はい、ということで、かぐや様こと永田くんに来てもらいました。おはようございます。一つの画面に収まることができて光栄です。どういうこと？同じ価格に入ることができて。いや、同じ舞台立てたでしょ。その通りです。何を言ってんの、うん、でもあの頃からさ、仮面ライダーやりたいって確か言ってたよね。ああ、よく覚えてますね、うん、そうなんですよ、あの頃から、うん、そうでしたね、本当よく覚えてますね。覚えてる。それこそ5年とか前だったんで。だいぶ経ってみて、どう、かぐや様やってみて。やっぱ楽しいですね。楽しい。はい、仮面ライダーの撮影自体楽しいですし、かぐや様っていうキャラクターがね、すごくなんか生き生きできますね。全然本人とかぐや様違いすぎない？なんかもう真逆っす。真逆。かぐや様ってどういうセリフあんの？ゴージャスタイムだ。あー、やっぱちょっと出るね。あ、出ます。ちょっとかぐや様やっぱ今 20% ぐらい出てきた、はい、あ、本当ですか？どうやって言うの？ちょっと教えてよ。ゴージャスタイムだ。ちょっと可愛い子だ。ちょっとずれちゃいました。今ずれました。ちょっと褒められて。今ゴージャスじゃなくてプリティーの、はい、プリティタイムになっちゃう。プリティかぐや。プリティタイム。ゴージャスタイムだ。おー、なるほど。見てるやつだ。おー、本当ですか？見たやつだ。ゴージャスタイムだ。違うか。いや、違くないです。違うか。もう超えられましたね。じゃあ逆にちょっとディケイドやってよ。なんか。うわー、いいんですか？通りすがりの仮面ライダーだ。覚えておけ。いや、ちょっと恐れ多いっすよ。もう覚えておけやったんでしょ、はい、今回やらせていただきます。ちょっとつかさやると思う。うわー、ありがとうございます。通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。おー、なんで笑うの？いや、ちょっとごめんなさい。めっちゃ笑うじゃん。すみません、あの、恥ずかしくなっちゃいました。こんなありがたいので。なんでこんなプリティーなの？ありがとうございます、そんな言っていただいて。ずっとありがとうございます言ってる。今回なんか共演できるっていう風に思って、はい、しかもかぐやさんと共演できると思ってすごく僕は嬉しかったんですけど、つかさとかぐやがなんか過去にあったみたいなのがあって、僕アフリコだけのその共演みたいな感じだったんですけど、はい、今回念願のちゃんとお芝居で一緒になるっていうことで、海外のファンの方だったりとか日本のファンの方も待ち望んでくれてたのかなっていうふうにちょっと思うんですけれども、共演してみて僕の感想なんですけど、もう一瞬で終わったというか、ヘリ待ってる時間の方が長かったというか。ちげー、そうでしたね。ヘリずっと待ってたよね。はい、周回してましたね。今いない、取れ感じでしたね。そんな感じでしたけれども、はい、やっぱなんかそこにかぐや様がいたな。なんかうわー、そう言っていただけてめちゃめちゃ嬉しいです。でもお芝居入ると急にかぐや様 100% になるけど。あ、本当ですか？終わってからなんかもう急に永田君になるから、はい、そうですね、だいぶギャップがあるの。役とのどうやって作ってたの、そのかぐやさん。さっき松浦さんからなんか聞いたけど、はい、ちょっとローランドさんみたいにっていう髪型イメージはそうみたいなんですけど、ね、その通りです、うん、当初のイメージはローランドさんのような高貴なキャラクターだったんですけど。どう作ってたの？それ最初は形からというか入っていったんですけど、うん、でもどんどん僕自身がね、ちょっと出始めまして。どういうこと？僕自身が出始めた。永田くんが出始めまして、思ったよりゴージャスで統一がされてない。どういうこと？言っていいの、そんなこと。ゴージャスで統一されてないの？されてないです。俺こんな表情したかなっていう、うん、とことかが結構あって。あ、自分で見てね。あ、そうです。で、自分で見てそんなゴージャスになってないっていうのは、それはもう自分しか分かんないやつで、みんなはゴージャスと思ってるじゃないの、はい、そうやってくださるんですが、うん、プリティって言われることもかなり増えましたね。あ、そういう反応が多かったです。あ、じゃあ僕がプリティって言う前からもうプリティっていう風に言われてる。プリティになりましたね。でもさ、それっていいことじゃん。なんかゴージャス、はい、ゴージャス言ってる人がたまに見せるプリティが人間味があって、こうハッってなるじゃん。ああ、そう言っていただけてありがたい限りです。何キャラで。いやいや、本当にもうその通りで、その通りだと思います。いや、そう言っていただけるのが一番ありがたい。めちゃめちゃ面白いじゃん、なんかだって。で、なんかゴージャスエピソードとかない？宝石風呂のシーンがあって。宝石風呂？はい、宝石風呂に俺が入るっていうシーンが本編でやるんですけど、うんうん、それね、水は入ってるんですか？宝石だ。水も入ってます。あ、はい、結構冬だったんですよ、うん、で冬に宝石風呂入って、しかも水も入ってたので、うん、もう結構冷たくて、でもガタガタ震えながら、しかも実際に使われてる学校で撮影をやってて、うん、それやってる最中にキーンコンカンコンってなって、うん、休み時間入っちゃって、うん、そうすると女子高生たちがこう群がってくるんですよ、お風呂にね。そうです、上羅の風呂に目にみんな来て、休み時間入っちゃったんでちょっと取れないですってなって、このままその間入ってるの？入ったままで、スタッフさんも気遣って、冷たくないですかみたいな。え、下はまあタオル巻いてるね。巻いてます。でも出れないよね、なかなかね。女子高生いたよね。はい、ね、まあ、それもありますし、つな、うん、がり的にも、つながり的にもね、結構散りばめられてるので出れない状態で、休み時間を過ごさないといけなくて。何分かあったの？休み時間15分ぐらいありました。15分ぐらい、その状態で、寒くないですかみたいな言ってくださるんですけど、一番冷たいのは視線でしたね。
女子高生たち。なるほどね。いや、むしろあったかい視線だったんじゃないの、はい、あ、そう思います、ね、すごいやってるっていう。なるほど、ね、ちょっと恥ずかしかった。でもちょっとそうだよね、やってると思ったけどなんかお風呂入ってるみたいな。そうですね、ちょっと面白い感じの光景になっちゃってるよね、はい、仮面ライダーやってると思ったら、うん、何これ多分なってると思います。あー、ゴージャスエピソード。そうですね、それがありましたね。結構自分の撮影じゃない時に現場に行ってみたいな、はい、あ、そう話を聞いたけど。そうなんですよ、ちょうど僕は撮影がないタイミングで、うん、島根県でロケのタイミングだったんですよ、うん、撮影班はだから全員キャストたちも島根に行くんですけど、うん、僕はないのでお留守番組だったので、いやでも行きたいなと思って、うん、え、島根？島根です。行ったの？行きました、自腹で。嘘でしょ。ガチです。島根で現地の人たちと一緒にご飯食べたりとか、うん、あと観光したりとか、うん、みんなで行ったりして、うん、一応現場にも行っとこうと思って。いやいや、それメインでしょ。一応じゃないよ、一応じゃない。今観光メインになっちゃってる。観光メインかもしれない。仕事メイン、うん、いや仕事じゃないから仕事プライベートだけど、プライベートですけど、現場に行くことを目的としてるわけでしょ。あ、その通りです、その通りです。そうね、現場に行くことを目的として行って、現場で機材運んだりとか、うん、あ、スタッフのこともやろうと思ってこうやるんですけど、うん、ちょっとやっぱり皆さん仕事があるんで、ちょっとここは無理だなと思って、うん、観光でしたね、僕は。ずっと観光してたんだ。観光してました、うん、目的は何だったの？その僕も行きたいってだけだったの？そうです。あ、もうでも観光目的でしたので最高でした。いいとこだった。めちゃくちゃいいとこでした。何食べたの？出雲そば。出雲そばと島根牛とか食べて本当は一泊で帰るつもりだったんですけど、うん、遠泊して。ゴージャスだな。はい、本体が買えるちょい手前ぐらいまで。一個行っていい？ずっと虫止まってんだよね。わー、本当ですね。ちょっともうちょっと早めに教えてもらってもいいですか？いや、マジか。結構ね、レアな虫ついてる。なんかこれ毒ありますかね？いや、毒ないでしょ。毒ないですかね。大丈夫でしょ。うわー、でも変に触れられない。え、触れないの？いや、俺無理なんですよ。触れますよ、逆に。え、何ここパッて飛ばせない？いや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 、ちょっと無理ですね。うわ、うねうねしてる。ありがとうございます、ありがとうございます。ギャップすごい。そうなんですよ、全然違うんですよね。かぐや様今後かぐや様ってどうなってるの？いやー、どうなんですかね、うん、僕も未知なんですけど、うん、今日プロデューサーさんに言われたのは、うん、かぐや様はゴージャスっていうよりチワワだねっていう。チワワ、あー、路線は、ね、永田くんはね、あー、なんかよく言われるんですよ、本人性としては。だからそっち路線になって、かぐや様はチワワになってくる。だんだんなんかさ、壊れていきそうだよね、まあ、これ仮面ライダーあるあるだけど、はいはいはい、ゴージャスから始まってだんだんとネタキャラみたいな感じになってくる。あ、可愛いキャラが、キャラで、はい、これはゴージャスだろうとか言いながら、なんかこう犬こうやってたりとか、はい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 、はい、猫カフェ行ってたりとかっていうとこ面白そうだよね。面白そうですね。で結構ね、なんか海外でも、はい、そのかぐや様のファンの人たち多いと思うんだよね、うん、あ、すごい、ありがたいですね。そう、僕結構最近海外イベント行ってるんだけど、うん、はい、あ、なんか来ればいいじゃん今度イベントとか。え、いいですか、行って。全然本当ですか、うん、言いましたね取りましたね。全然美味しいものを食べさせますので。もう本当ですか、ぜひ行かせてください。かぐや様と海外。うわ、やばいっすね。本当ですか。どっか連れてきます。やばい、ありがとうございます。言いましたね、取りましたね絶対ですよ。お茶ありがたいです。いや、ないです。大丈夫です。はい、海外のコミケみたいなことかでも人いっぱいいたりとかするから、すごいですね。かぐや様のコスプレもいるから。すごいですね。だから連れてくってなったら、多分かぐや様のコスプレで結構来てくれるでしょ。うお、マジっすか。井上さんのツイッターとか拝見すると、めっちゃ羨ましいですもん。あ、いやいや、海外いろんなとこを飛び回って。かぐや様と、じゃあゴージャスな旅を。はい、うわ。かぐや様と行くゴージャスな海外。うわこのタイトルでじゃあ、すごい。動画ネタにもなる。ぜひ、いいんじゃないですか。よろしくお願いします。はい、じゃあこちらこそ。じゃあまた何か機会があったらちょっとご一緒してやりましょう、はい、本当に。ありがとうございます、はい、そう言っていただけて幸せです以上、永田くんでした。ありがとうございました。